未来のねコンセプトカーか、2020年の末に販売に向けたということで、まだ発売してないんですね。未来はね水素ガスを、電気に変えるというものですね。これ5人乗りね、全長4975ミリ、全幅1885ミリか、でかいな。従来モデルに比べて、渡航距離が 30% 延長と、なんかスタイリッシュになりましたよね。すごいなんかシンプルなデザインになりましたね。コンセプトモデルなんですけど、だいぶ、市販車に近い形になってますね。ホイールはやたらでかい。扉が開いてました。これね中には入れないんですけど、こんな感じね。中は結構シンプルやな。あ、扉のところに、イルミネーションがあしらわれてますね。あの真ん中のね、タッチパネルがすごい横長で大きいですね。後ろから見たらこんな感じです。今回のね、未来のデザイン、綺麗ですよね。水素ガスということで、まあ水が排出されるんですよね。結構デザインとしてはね、綺麗なシルエットになりましたよね。少しエレガントさが、足されたという感じですかね。どうですかね、トヨタ未来コンセプト、もうね2代目になって、デザインもスタイリッシュになりましたね。私のチャンネルがもしよければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、トヨタ未来コンセプトでした。じゃあね、バーイ。